はい、こんにちは、ラビットです。皆様いかがお過ごしでしょうか。今日もまた新作のゲーム情報をお届けしていきたいなと思います。本日の内容はこちら。2024年発売の注目の一押しゲームを発売日順にまとめということでね、いや皆様だいぶ遅くなってしまったんですけれどもね、明けましておめでとうございますということで、うちのチャンネルも今日からねまた新作ゲーム情報を本格的にやっていきたいなと思いますので、どうぞ今年もよろしくお願いいたします。で、2024年一発目は今年発売がね発表されているゲームを、まあ、発売日順にまとめていきたいなということで、昨年行われたザ・ゲームアワーズ、ここでたくさんの新作ゲーム情報がね出てきて、発売日が今年のいつだよみたいなのもねたくさん発表されたということになっております。他にもたくさん出てきているんだけれども、まあ発売日が何月の何日までちゃんと発表されているやつをねまとめていきたいなと思います。あとは独断と偏見で私がね特に注目しているゲーム、これに絞っていきたいなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。で、今日紹介するゲームはほとんどうちのチャンネルで以前にもね紹介しているゲームなので、まあ、もっと詳しく知りたいという方は概要欄にリンク全部出しておりますので、そちらの方ぜひ参考にしてみてください。今日は本当ざーっと触りだけ紹介していきたいなと思います。で、それとは別に開発されているのが分かっているんだけれども、まだ発売日が発表されてないというゲームもねたくさんありますので、それはそれでまた別の動画でまとめていきたいなと思います。今年発表があるんじゃないかなという対策ゲームがねたくさんあるので、そちらもよろしくお願いいたします。こんな感じでね、うちのチャンネルでは海外のゲーム情報とか新作のゲーム情報を詳しく突っ込んで紹介したりしておりますので、もしちょっとでもね参考になったという方いたら高評価とかチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは早速、結構量があるのでねどんどんやっていきましょう。まず一発目はまあこれですよね、ラストオブアスパート2のリマスターということで、まあ新作ゲームというわけではないんだけれども、 PS5 向けのねリマスターが発売されるということなので注目を集めております。で、発売日は2024年の1月19日ということなんですね。もうすぐ発売ということです。で、 PS4 版を持ってる人はもう1200円でアップグレードできるということなので、もう持ってる人はもう絶対やった方がいいだろうという内容です。で、何が注目かというと、あれなんですよね、新モードがあって、これがローグライクモードというんだけども、これがめちゃめちゃ面白そうなんですよね。1200円で独立したゲームとして買えるような内容ではなさそうなので、すごく楽しみだなというところです。まあ、詳しく知りたい方はね他に動画で説明しておりますので、概要欄のリンクとか参照してみてください。で、何が楽しみって、ジョエルでのプレイが可能なんですよね。これがすごい、私個人的にはジョエル大ファンなので、すごいやってみたいなという感じです。ラスアスはね、マルチプレイのゲームが別に発売されるって言われてたんだけど、これがキャンセルされたということで、ちょっとバッドニュースなんだけど、もしかするとこのローグライクモードが本来パート2に付け足されようとしていたマルチプレイのモードの一部なんじゃないかとかね、マルチプレイのゲームとして開発していた途中までの内容、できていた部分をシングルプレイとして出したのがこのローグライクモードなんじゃないかみたいなことが言われたりもしてるんだけど、わかんないけれどもね、でもそれぐらいよく作り込まれていそうだという話なので、まあパート2持ってないという人もこの機にパート2ね買ってみたらいいんじゃないかなという内容です。まあおすすめのアップデートということですよね。次に紹介したいのがスーサイドスクワットキルザジャスティスリーグですよね。これが1月30日に発売予定で、まあスーサイドスクワットっていうヒーローもの、マーベルのヒーローもののコープアクションシューターということになっております。 PS5 と Xbox シリーズ X と PC に対応ということになっております。クロスプレイもできるということみたいなので、まあクロスプレイとか心配しなくていいのかなという話ですよね。まあこのゲームの何が売りかって、やっぱりスーサイドスクワット、ハーレークイーンとかになってね戦えるということですよね。で、敵側が本来正義の味方だったジャスティスリーグが洗脳されてしまって、その悪いことしているよということになっているのでまあ正義の味方相手に戦わなきゃいけないという話が楽しいかなというところだよね。で、4人までのコープに対応しているということなので、まあコープ好きな人にはこちらいいんじゃないかなという感じですよね。で、見る限り先行プレイとかもあったんだけれども、もうゴリッゴリのシューターという感じみたいです。ただそのシューターキャラクターによっていろいろ動きとかがギミックが全然変わってくるので、それが予告編が出るたんびにね、ゲームプレイ映像とかが出てくるたんびにどんどん進化していってて、かなり面白そうだなという話です。ちなみに発売日の1月30日というのはデラックス版を買うと3日間の先行プレイがついてくるので、まあ1月30日発売ということにしてあるけれども、実際は通常版の発売日は2月の2日ということになっているので、まあその辺ちょっとごちゃごちゃしてるんですけどもね、1月30日発売ということで紹介しておきます。で、次ですね、こちらが私すごい注目してるんだけれども、スカル&ボーンズ、これが2024年の2月13日発売予定ということになっていて、 MMO 海賊オープンワールド RPG ということです。
PS5 と Xbox シリーズ X と PC に対応ということになっていて、クロスプレイとかクロスプログレッションに対応しているという話です。なので友達とね、艦隊を組んだりして遊んでいくということもできるし、まあサーバーに入れば野良の人たちとも一緒にプレイできるよという感じですよね。これがすごい面白いなという話なんだけれども、でこれまでに2回ほどクローズドベータが開催されていて、どちらも参加させてもらったんだけど、まあクローズドベータやるごとにどんどん進化していってるなという感じがあるので、このまま行くと発売日には相当期待できるんじゃないかなという感じです。でオープンワールド RPG ということなので、まあ、サイドクエストとかたくさん豊富にあったり、あとは船のカスタマイズ要素、これも結構豊富で自由にあったりするので、これがハマるところなんじゃないかなという気がします。だから材料集めになんかいろいろ冒険したりというのもいっぱいできるしってことですよね。で海戦ゲームで船が中心になるんだけれども、もっさりした感じはないんですよね。すごいテキパキ遊べるような感じはあるので、忙しい人もね心配しないで、海戦ゲームか船だから結構時間かかっちゃうかなって思うと思うんだけども、このスカル&ボーズは結構忙しい人でもねプレイサクサクできるような感じはあるので、まあ、その辺はね心配しないでいいんじゃないかなという感じです。まあ、詳しくね以前の紹介動画ね参考にしてみてください。で次ですよね。次はもう皆さん期待しているというところだと思うんだけれども、 FF7 リバースですよね。これはもうやばいだろう、 GOTY 候補だろうと言われているところですよね。で FF ファイナルファンタジー7リメイクの続編とアクション RPG ということですよね。で2月29日発売予定で PS5 のみ発売ということになっております。いやでこれはねもう何も言うことはないだろうって話だよね。もうとにかくすごいという話なので、大人気のファイナルファンタジー7のリメイクの3部作の真ん中ということなんですよね。3作目はまだいつなるかもどういうタイトルかも言われてないんだけれども、まあ、新要素の連携攻撃とかが話題になっておりますよね。あとは他にも進化した要素は、グラフィックはもちろんだけれども、いろいろと進化した要素がすごい期待されているというところですよね。でまあ皆さんの方が詳しいと思うんだけれども、ストーリーで大きな変更があるかもないかもみたいな、まあ詳しくは私も言いませんけれども、重大なストーリー変更があるとかないとかいうのが話題になっていたりしてますよね。でそれがなんか反響とか炎上したりして、開発者の人にやめろやめろとか、なんかあのキャラクターにああしてこうしてするんだったら許さないぞみたいな、なんか脅迫問題にまでね発展したりということが話題を呼んでおります。まあそれぐらいね熱狂的なファンがいるゲームシリーズということですよね。まあ GOTY 候補になるかどうか、ノミネートは絶対されるだろうなという話ですよね。ただ3部作の真ん中ですからね、まだもう1作残ってますからね、このファイナルファンタジーシリーズどこまで行くんだという話です。で次が私個人的にはすごい期待してるんだけど、ライズオブローニン、こちらを紹介したいと思います。でこちらオープンワールドアクション RPG ということで、2024年の3月22日発売予定となっております。で PS5 でのみ発売ということが発表されております。で開発は光栄テクモのチーム忍者というスタジオで、こちらは仁王を開発したスタジオで話題を呼んでいるというところです。で何が注目かというと、舞台が明治維新のあたりなんですよね。もう日本人としては一番歴史で熱いだろうというところなんですよね。ここが舞台になっているということなので、坂本龍馬とかね、勝海舟とか新選組とか、あの辺の熱い人たちがねわっちゃわっちゃ出てくるということなので、それを題材にしたまあシリアス系の日本の侍ゲームということなので、まあゴースト・オブ・ツシマとかと比べていくとどうなるかなということだけどね。まあ見た目ですけれども、アクションがやっぱ仁王を開発したスタジオが作ってるんで、派手でかっこいいかなというのが私の印象です。まあ個人的には日本の会社が作る日本の歴史を題材にしたねオープンワールドアクション RPG ということで、ゴースト・オブ・ツシマを超えられるかみたいなことが話題を呼んでいるんだけれども、まあ時代とかね中身が違いますからね、比べるものではないと思うんだけれども、ぜひね日本人が作るとこんななんだぞみたいな、純和風みたいなのをね示してほしいなというところですよね。いやライズオブローニーはね日本人としては期待したいゲームの一つというところです。ただ一つ気になるところがあって、発売日なんですよね。3月22日何かというと、なんとドラゴンズドグマ2の発売日でもあるんですよね。こちらは日本の歴史とか関係ないんだけれども、まあ王道ファンタジーということなんだけど、オープンワールドアクション RPG ということで、まあドラゴンズドグマの続編ということになってるんですね。で PS5 と Xbox シリーズ X と PC で発売予定ということになっております。こちらも大注目の、まあ、対策と言っていい感じだと思うんだけれども、
なぜわざわざ発売日が被るのかと、まあ偶然だとは思うんですけれどもね、なぜ被るのかと言いたいところですよね。ぜひ、まあこちらはカプコンなんだけど、カプコンと光栄テクモのお偉い人たちでね、話し合って、まあ2週間ずらしてほしいかなってところですよね。オープンワールドアクション RPG を同時に出されてしまうと、プレイヤーとしてはどちらか選ぶしかないという話になってしまうんですよね。でもどっちもやりたいというのが、そのユーザーの意見だと思うので、ぜひこれは発売日どちらか遅くてもいいからずらしてほしいというところですよね。でカプコンの RE エンジンで作られるドラゴンズドグマということで、まあドラゴンズドグマ12年ぐらい前のゲームなんだけど、もっと前だったかな、ちょっと忘れちゃったんだけど、それの続編がね出てくるということで、めちゃめちゃ楽しみという話ですよね。で一人でプレイしてるんだけど、まるで MMO のマルチプレイヤーでやってるかのような雰囲気を持ったゲームということで、なかなかユニークなんですよね。これがすごい面白いなというところです。で世界観はエルデンリングとかみたいな、もう王道のファンタジーと、ダークじゃないけど王道ファンタジーみたいな感じですよね。まあドラゴンズドグマ2もおすすめという感じです。で次がサンドランドですね。こちら私すごい楽しみにしてるんだけど、先日発売日が発表されて、鳥山明氏原作のコミックをゲームにしたアクション RPG ということになっております。で発売日が4月25日ということで発表されました。で PS4 と 5、Xbox シリーズ X と S、あとは PC でも発売予定ということになっております。でジャンプで連載されていたみたいなんだけど、私日本から出てきてしまったので原作の方は実は見てないんですね。でも見る限り何が面白そうって、戦車とか飛行機とか出てくるので、メック系の乗り物に乗ってね戦ったり移動したりというのがすごい楽しそうだなという感じです。何せ私メタルマックスの大ファンだったのでそれに似たような雰囲気があるなというだけでもね、すごい面白そうだなという感じです。でゲーム自体はアンリアルエンジン5の最新のねゲームエンジンで描かれる鳥山明ワールドということで、なかなか綺麗なね描写も話題を呼んでおります。本当つい先日発売日が発表されたというところなので、まあ、2024年発売予定ということは発表されていたんですけどもね、4月に発売になったということになっております。でこの辺のねメックでの移動とかバトルがすごい面白そうだなって感じですよね。ただストーリーは原作では描かれなかったところが書かれているということなので、ストーリー自体はオリジナルということになっております。まあ、ゲームのね詳しい内容は後々いろいろ情報が出てきたらまた紹介していきたいなと思いますので、そちらの方もどうぞよろしくお願いいたします。それではですね、次ですね、次が個人的には一番注目していると言っていいんだけれども、ブラックミスウーコンですよ。黒神話悟空ということで、まあ、悟空が主役のソウルライクゲームということになっております。で発売日が8月20日発売予定ということで発表されました。で PS5 とシリーズ X と、まあ、PC で発売予定ということになっております。これがねもう悟空がとにかくかっこいいんですよ。めちゃめちゃ悟空がイケメンなので、アクションがあとすごいかっこいいんですよね。でアンリアルエンジン5の美麗なグラフィックが当初から話題を呼んでいて、でも綺麗なだけじゃなくてアクションがねすごくいいんですよね。で細かく丁寧に仕上げられていて、でスタジオでは前にも紹介したんだけど、本物の猫から動きをキャプチャーしたりとかいうことで、すごくねこだわって作られているというところが話題を呼んでおります。でオリジナルの予告編はチェックするためにどんどん増えていってるんだけど、1000万ビューを突破したということですね。おめでとうございますという話ですよ。で悟空はこれはソウルライクなんだけど、術とかいろいろ使えて、まあ、分身の術とかその石化の術とかそういうのが使えたり、あとは変身してキャラクターを変えることによって、そのキャラクターが持ってると固有の戦闘方法に変更したりとかね、そういう戦い方ができるということで、めちゃめちゃ楽しみという話ですよね。でこの悟空がね、まあ、残像剣だと思うんだけど、残像を持って回避するみたいな術が使えたりして、すごいかっこいいんですよね。アクションがとにかくかっこいいという感じです。で次が個人的にうちのチャンネルでは注目なんだけれども、スペースマリン2、ウォーハンマー40,000スペースマリン2っていうのかな、それが発売ということで、これ何かというとワールドウォーZの会社が送る超大量の敵が出てくるコープシューターということなんですね。で2024年の9月9日発売予定となっております。で PS5 とシリーズ XS、 あとは PC で発売予定ということで、クロスプレイにも対応ということになっております。いやこれはね、ワールドウォーZライブ配信でよくやってるんだけれども、ワールドウォーZで特徴的なのが敵の数が半端ないんですよね。
もう10分間に2000体キルとかしないといけないぐらいブワー襲ってくるんですよ。でその敵をバババババって撃ちながらねやっつけていくのがすごい爽快なんですね。でこのゲームもそんな感じのところがあったりするのですごい楽しみというところです。もしねワールドウォーズ気になる方いたらライブ配信でよくやっておりますのでぜひ一度ね覗いてみてください。参加型配信とかもやっているのですごい楽しいと思います。でこのスペースマリン2は3人までのコープに対応していて、で、まあ、スペースマリン2の方はシューターメインということにはなっているんだけども、このチェーンソーブレードとか他にも近接武器とかがあってパリーとかもあったりするのでスラッシングでのアクションも主体になったりするのかなという印象です。ただ敵の数は本当半端ないなというところあるので、ワールドウォーズとか大量のね敵を倒すシューターが好きな人は、コープシューター好きな人はこのゲーム注目だと思います。まあそんな感じとなっております。皆さんはねどう思いましたか？よかったらねコメント欄でご意見をお聞かせください。他にも2024年中に発売予定だと言われてるけど発売日までは発表してないというゲームとかもねあったりするんだけど、まあ今回はね発売日までちゃんと発表されているゲームということで紹介させていただきました。他のゲームはねまた別の動画でまとめて紹介していきたいなと思いますので、そちらの方もどうぞよろしくお願いいたします。